キャンピングガスはフランスのアウトドアメーカー。東方キャンピングガス販売株式会社時代までは、キャンピング、ギャズのブランド名で展開していた。1990年代後半から2000年代まで日本市場から一時撤退していたが、2020年、現在はガスカートリッジ等消耗品をコールマンジャパンが取り扱っている。交換用ガスカートリッジ1949年に、 創立。ブタンを燃料に用いたポータブルストーブ、バーナー、ランタンが主力商品。日本における販売元は東方キャンピングガス販売株式会社から1996年にコールマンジャパンへ移行した。一時製品取扱いが中止されたが2015年度版の同社カタログによると CV-470 及び CV-300 ガスボンベの取り扱いが再開された。口金の形状が特殊で他社製のガスカートリッジとの互換性がなく、ガスの入手が困難になっている。また、キャンピングガス社製品は多くの他社のガスボンベ同士と違い、口金の形状が特殊で互換性がない点が特徴。そのため、 ガスカートリッジの入手ができなくなると使用できなくなる。これは自社製品での他社製のガスカートリッジの使用を未然に防止することを目的として行われたが、皮肉なことにこれが裏目になり、シェアを低下させる一因になった。ありがとうございます。